思ったより早く帰ってきたな。成果はあったか？ええ、今度は私たちが道を切り開く番よ。あの人の意思が届いたなら俺の最後の任務も完了だな。こんなことを言ったら不愉快に思うかもしれないが、闘志を抱くのはいいことだ。ただミハイルがあんたらに残した道は生優しいものじゃない。そうでなければあの人が孤独の中で眠りにつき、未来の七死人に全てを託す必要もなかったはずだからな。幸いあんたらは人数が多い。負けるとしてもあの人よりは長く持ちこたえられるだろう。励ましとして受け取っておくよ。これは私の推測だけど、ベルトが交渉に参加するだけじゃ足りないと思うの。そもそも相手が素直に応じるかどうかは別として、交渉自体私たちに相手と対等に振る舞う機会を与えるだけで優位に立たせてくれるわけじゃないわ。ピノコニーは相手のホーム、それに比べて私たちが使えるカードは最初から少ない。ファミリーに閉じ込められて座して死を待つよりもこっちから仕掛けた方がいいんじゃないかしら。私たちは性格の特性をよく知ってる。性格は美しい夢を安定させるためのコアとしてファミリーにとってとても重要なもの。相手の革新的利益に触れればきっと彼らも慌てて反撃してくる。そして慌てるということは隙が生じることを意味するわ。性格に直接影響を与えるようなことをすれば交渉でも戦闘でも有利に立つチャンスがあるかもしれない。問題は調和セレモニーを間近に控えた今、どうやって大劇場に近づくかだね。きっとファミリーは守りを固めてるから強行突破するのは、仮にうまくいったとしてもリスクが高すぎる。うん。あれ、誰も何も言わない感じ。じゃあはい、うちその問題の答えならわかるよ。何？疑ってんの？ま、信じるか信じないかはあんた次第だけど。これは聞いた話なんだけど、調和セレモニーが始まる前にセレモニーを盛り上げるためのオーディションが開かれるらしいの。場所はネッサの時で、確か名前はスラードセレモニーオーディションだったかな。それで優勝するとスター・オブ・ザ・フェスティバルの称号がもらえて、ロビンさんと直接会えるんだって。でも重要なのはそこじゃなくて、うちらが普通の観客よりも先に大劇場に入れるってこと。それでどうすればそのセレモニーオーディションに出場できるの？実はロビンさんのファン限定グループで何枚か特別招待券をゲットしたんだ。実はうちずっとこのオーディションのために準備してたんだ。でも今の状況を考えると、そこで運よく目立てたとしてもロビンさんと握手するチャンスはないだろうな。まだそんなことしてたのか。もともとはミハイルが人目を引くために始めたおふざけだったんだがな。まあ試してみる価値はありそうだ。美月ちゃんの言う通りにしてみましょう。ギャラガ、あんたは私たちと一緒に行く？いや、おそらく俺にその時間はない。虚構の人物として俺は最後の任務を終えた。ピノコニーが夢から覚めることができるかどうかはあんたら次第だ。もしまた会えたらぜひ列車に遊びに来てね。わかった。その時は列車のアーカイブにもう少し情報を追加してやろう。ね、そしてホタル、ここまで助けてくれてありがとう。大きな脅威を前にした今、請求列車と性格ハンターという間柄とはいえ、目的が一緒ならあんたの力を借りたいわ。せっかくここまで来たんだもん、私も一緒にピノコニーでの旅を続けたい。最後にあなたたちとタッグを組めるなんて嬉しいな。これは
私たちがたどり着ける最高の結末だよ。これこそ開拓の旅の意味ね。それじゃあみんな出発しましょう。ここに来たのは何を手に入れたいからですか？最終グループの出場者となりますが、全ての挑戦を乗り越える自信はありますか？我々の個人インタビューを受けていただけませんか？ちょっとだけですから。前途両縁、道険しく、正義天を覆いて冠を争う。剣とバラ、準備を守りたまえ。準備、準備、それで力強い。騎士は頭が固い、乱は融通が効かない。試合に勝つ必要はない。楽しむことをやめてはいけない。なんでどんどん人が増えてくの？怪しい奴らまで出てきたみたい。早く試合を始めよう。みんなすまない、どいてくれ。失礼、私はスラーダ工場の工場長エディオン・レーダーだ。君たちも全銀河の観客に向けて自己紹介を頼む。ええ、こんにちは。私は請求列車の七死人姫子よ。この人たちは私の同行者なの。君たち正体を隠さなくていいの？ピノポニー中にうちらのポスターが貼ってあるんだから、どうせ隠せっこないって。でもみんなが請求列車を知ってるからこそ、ファミリーも軽々しく手を出してくれないんだよね。冒険するのが好きな普通の女の子だよ。こんにちは、私はホタル。私もあちこち冒険するのが好きな普通の女の子かな。七死人一行だったのか。それなら最後の対決はきっと素晴らしいものになるだろう。さあ、時は金なり、四人ともついてきてくれ。本当に賑やかね。その通り。このオーディション会場はまさにあの可能性にあふれた時代の縮図なのだ。桃をすらら素敵な夢。七死人の諸君、君たちの来訪はピノコニーができた当初の盛況ぶりを思い出させてくれる。あの時の私はまだ若造だったが、時計屋の広告を見て情熱を持って故郷を離れ、ここに来て人生を築くための元手となる金を稼いでいた。そしてある日、過酷な労働によって不覚にも倒れてしまった私は、
スーサさんのドリンクによって命を救われた。それ以来、その甘美な味は私の脳裏に深く刻まれ、現在のスラーダを生み出すきっかけとなったのだ。夢を追う時代とはそれほどまでに素晴らしいもの。あの時代も時計屋も懐かしい。このネッサ会場はその可能性に満ちた時代を記念するために作ったのだよ。君たちが最後まで勝ち進み、新時代のピノコニーのスターになることを心から願っている。では試合を始める前に何か言っておきたいことはあるか？さすがは勇敢に前進を続ける開拓者だ。三月なのかさん、君は？観客の皆さん、こんにちは。これからクリアスピードの記録を塗り替えるスーパー三月なのかの大冒険をお楽しみに。未知なるものを開拓して極限に挑戦する、さすがは三月なのかさん。ホタルさんは？旅の終わりにみんながそれぞれ望む結末にたどり着けますように。なんと素敵な祝福だろう。姫子さん、君は自分のチームに何を期待しているのかな？みんなが無事でいてくれることかしら。とても素朴で温かい言葉だな。君たちを待ち受けるのは3つのステージだ。どのステージもその時代に関係していて、最初の2つのステージにはそれぞれ2つのルートがあり、各ルートにはユニークな挑戦が用意されているぞ。そして最後のステージでは、今もその地位を守り続ける守護者、高貴で品格のあるチャンピオンに挑むことになる。ルールはこれくらいだ。勇者諸君、分かったかな？それではスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合開始。みんな、調和セレモニーの時間が迫ってきてるわ。できるだけ早くゴールにたどり着かないと。ここは効率と安全を考えて2人1組で行動するのがベストだと思うの。私と美月ちゃんはホタルと知り合ったばかりだし、お互いのことをよく知らないから、あんたが彼女と組んだ方がうまくいくかもしれないわね。異議なし、そうしよう。うん、私もそれで大丈夫。それじゃあ二手に分かりましょう。みんな急ぐわよ。スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第1ステージドリームバトルへようこそ。このステージでは演技派かアクション派の2つの挑戦から好きな方を選ぶことができます。演技派の挑戦では3つの脚本に基づいた演技をして会場の審査員を感動させてください。アクション派の挑戦では3組の敵を素早く倒してゴールにたどり着く必要があります。それでは選択してください。今から私がこのステージのルールを紹介しますね。この先には全部で3つの舞台があり、それぞれの舞台には挑戦が用意されています。
挑戦相手の敵はいずれも夢追い物語に登場する悪役ですので、素早く敵を倒して新記録を打ち立ててください。ちなみにこのステージの最高記録は赤髪の選手が打ち立てたものです。彼は3つの舞台の全ての敵をなんと5分という短時間で倒してみせました。時間がないから早く終わらせよう。あなたたちが相手にするのは原初の無境の怪物。当時のピノコニーは何もない荒れた場所だった。無境は混沌としていて無秩序で、記憶域ミームが横行していたの。ピノコニーに来た夢追い人としてそいつらを倒すことが成功への第一歩となるのよ。スラーダは全部俺たちのもの。スラーダを奪おうなんて考えないことだ。イカ様はなしだ。スラーダ、俺のスラーダが。楽勝だったね。こんな試練がいつまでも続かないことを祈ろう。おめでとう。あなたたちは最初の夢追い人になったわ。時計屋に感銘を受けたけど、ピノコニーが黄金にあふれていないことを知って絶望した二人は、仕方なく底辺からスタートして成功するチャンスを待っていた。半ば諦めかけていたその時、大雨が二人にビジネスチャンスをもたらした。そう、あなたたちは傘の商売を始めることにしたの。でも商売が軌道に乗り始めたところで競合相手に出くわした。さあ相手を倒して挑戦を勝ち抜きなさい。どうして競合相手がスラーダなの？それはね、ここがスラーダリミテッドカンパニー協賛第20回第33試合の宴のオーディションだからよ。プロダクトプレイスメントってことね。スラーダの尊厳を守るため空を飛び、誰よりも輝くゴリラのスターになる。愛はな、すべてを失うか、はたまた手に入れるか。世界は痛みで、私の魂に口づけ、その返礼にスラーダを求める。二人とも無事足場を固めてピノコニーの神聖になれたわね。おめでとう。でもその時また競合相手が現れ、ダンピングを行ったことであなたたちは破産寸前まで追い込まれてしまった。どんなに長い戦いだろうとあなたは耐え抜いてきた。その強敵を倒せば苦労の末に成功を収めることができるわ。誰であろうと僕のスラーダを奪うことは許さない。硫化妙法を使って恐竜になってやる。ゴー！恐竜よ、我が敵を喰らえ。ゴー！飲もうスラーダ、素敵な夢へ。ゴー！始まり始まり。身を捨ててもスラーダは捨てず。ガオ、お前が恐竜なら悪くない。これで全部片付いたかな。行こう、ベルトさんが待ってるよ。この戦いとストーリーちょっとちぐはぐすぎない？まさか
恐竜に変身するだけじゃ想像力が足りないっていうの？これはピノコニーでしか見られないロマンなのに。とにかく話を戻して、長い戦いの末あなたはついに勝利した。でも当初一緒にピノコニーに来た仲間は希望がないと判断して早々にここを去ってしまった。何年も経った後、あなたたちは賑やかなピノコニーで再会したけど、なかなか相手に話しかける勇気が出なかった。もしかしたらそれこそが夢追い人たちが残した無念なのかもしれないわ。おめでとう。戦闘で見事に夢追い物語の素晴らしいアクションを再現してくれたわね。なんとか勝てたね。急いで次のステージに向かおう。お二人ともステージクリアおめでとうございます。ですが、クリアすることよりも大事なことがあることを忘れないでください。お二人はちゃんと楽しめていますか？楽しむことは成功よりも重要ですよ。タイムを見る限り、あなたたちはあの赤髪の選手よりずっとペースが速いようですね。その赤髪の選手って一体誰なの？それはそのうちわかるでしょう。ただお二人が次の試練も突破することが前提となりますが、スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第2ステージ銃と時間へようこそ。銃を選びブラザーハヌの試練に挑戦するか、時間を選んでクロックボーイの試練に挑戦するか、さあ選択してください。時計屋の築いた美しい世界へようこそ。この先であなたたちを待ち受けるのはクロックボーイのアニメシリーズで大人気のキャラクタークロックボーイです。一説によると時計屋は子供の頃からそのモデルを構想していたそうですよ。当時の彼はまだ時計屋の見習いでしたが、ある夜壊れた時計から手足が生えてくる夢を見たんだとか。彼はナビゲーターのように全ての時計が正しい方向に進めるよう導きました。そしてクロックボーイは多くの人々の成長に寄り添う定番のキャラとなり、一つの時代に影響を与え時計屋の重要な地位を築いたのです。お二人ともクロックボーイと素晴らしい時間をお過ごしください。時間の試練か。あんまり時間を無駄にしないで済むといいけど。まさか僕ってただの失敗作なの？あの彫像喋った？まさか僕ってただの失敗作なの？やっぱり僕はいてもいなくても変わらない失敗作の時計ってこと？それって僕は失敗作の時計であるばかりか、失敗作のおもちゃでもあるってことだよね。君たちも他の挑戦者と同じように僕の心の奥に入り込もうとしてるんだろう。それなら入っておいで。何の収穫も得られないと思うけど。だって僕はただの失敗作だから。見てごらん、僕の心の中はずっと前から空っぽなんだ。チクタク、こういう時は僕の出番だね。クロックボーイ、
私にも見える。この子、舞台のセット。ドリームタウンではクロックボーイはどこにでもいて何でもできるんだ。例えばこの迷い時計の抱えている問題を解決してあげることとかね。チクタク。まさかクロックボーイ本人が来るなんて。どうして理由もなく僕みたいな失敗作の時計に会いに来たの？だって僕たちはどっちも時計で家族みたいなものじゃないか。君を助けて元気になってもらいたいんだ。ねえ、君の悩みが何か教えてもらえないかな。僕、昨日衝撃の事実を知ったんだ。無境の迷い時計はクロックボーイなんかじゃなくて、昔作られたクロックボーイのデザインの失敗作なんだって。一人にしてくれないかな、クロックボーイ。僕、君にどうやって向き合えばいいのか本当にわからないんだ。だって僕はただの失敗作だから。なんてことだ。彼を見てると本当に胸が痛む。でも大丈夫、僕たちなら彼の心の欠けた部分を取り戻して失意の底から抜け出せるよう手伝ってあげられるから。劇団員も自分の存在価値に思い悩むことがあるんだ。ご心配なく、お嬢さん。彼が失った部品は正確に特定できたからね。こっちだ、ハムスターボールの騎士のスピードを出して。これは迷い時計が失った部品に間違いないよ。よかった。失われた部品は向こう側にある。でもどうやって行けばいいんだろう。ここにもドリームメーカーたちが残したドリームレンズがある。時間がないから必要なら使わせてもらおう。チクタク、誰かが助けを求めてる。尻尾の中に入ってるんだろう。クロックボーイちゃん、早く助けてちゃん。鳥の丸焼きになっちゃうちゃん。鳥の丸焼き、それは大変だ。今すぐあの子を助け出さないと。タッチ、キル。いい子にして。遊んだあげ。の尻尾の中に入ったりしたんだい。あいつが迷い時計さんの部品を盗んだからちゃ。それを取り戻そうとしたらおっかり自分からオーブに入っちゃったちゃ。持っていってくれるちゃ。熱いから気をつけてちゃ。スイートドリーム劇団の心のかけらを手に入れるなんて、なんだか夢みたい。部品は全部集まった。早く戻ろう。あの迷い時計を待たせない方がいいよ。ただいま。この部品があればきっと心のわだかまりが解けるはずだよ。チクタク。わあ、急に爽快感がこみ上げてきた。聞いたみたいだね、チクタク。次は彼の心の空間に入って通路をつなげてあげれば成功だ。
これって一体どういうこと？君の心の中すごく混乱してるじゃないか。僕は本当の君になる資格なんてないんだ。もう諦めた方がいいよ、クロックボーイ。え、そんなダメだよ。君は自分の心の中の恐怖に立ち向かわないと。君がいなかったら僕は人とうまくコミュニケーションが取れないままだった。君のおかげで僕は自分のことを再認識することができたよ。どういたしまして。ドリームタウンの守護者として僕は当然のことをしたまでさ。そっちの二人はまだやらなきゃいけない大事なことがあるんだよね。前に進むといい。その時が来たら僕が他のすべての迷い時計と一緒に君たちを応援してあげるから。全部片付いた。勝利は目の前だね。最後のステージに向かおう。お二人ともおめでとうございます。あなたたちは数々の難関を突破してその実力を証明してくださいました。しかし残念ながらピノコニーの次のスターオブザフェスティバルになれるのは一人だけ。最後のステージでは現在まで防衛中のチャンピオンと戦うことになります。敗北すればスターオブザフェスティバルの栄冠は手に入りません。スラーダリミテッドカンパニー協賛第20回ネッサの宴第33試合第3ステージスター頂上決戦へようこそ。嘘だろ。なんかとんでもないやつが見えたような。お待ちください、凛々しいお兄さん、美しいお嬢さん。これも準備の栄光のおかげですね。またお会いできるとは思いませんでした。このざわめく時にお二人の温かい表情はまるで僕のネッサのような心を照らしてくれる春風のよう。君、まさか準備の騎士。ああ、すでに僕の取るに足らない称号を耳にされていたとはなんと光栄なのでしょう。はい、間もなく祭典が開かれると聞き僕はプライスレス号を全速力で走らせピノコギーへと導いてもらったのです。ですが準備の加護のない銀河は混沌としており、途中で死にかけた人や負傷者を助けているうちに思いのほか時間が経ってしまって、幸いドワーフラビットの機構パイロット、ホーローキャットのデュエリスト、銀河忍者、ヨンクオムニックなど32名の被災者全員が無事に危機を乗り越えられました。そして今僕は皆さんを連れてここに来て無数の美しい生命たちと調和を楽しんでいます。とんでもない。少し残念なのはあの孔雀のように華やかでまばゆいカンパニーの死者の状況が今もあまり良くないということですね。彼も一緒に盛り上がることができたらいいのですが。さて本題に入りましょう。ここで再会したということはお二人もオーディションのチャンピオンの座を狙っているということですね。到着した後僕が口下手だということもあり銀の甲冑を身につけた体の大きい烈火のごとく燃える指名手配犯だと間違われたこともありましたが、構いません。全ては夢の地が課した準備の試練。重要なのは
僕が今ここに立っているということ、退路のない場所で出会ったということです。準備の騎士団アルジェンティ、お二人に騎士道に基づいた決闘を申し込ませていただきます。もし僕が勝ったら優勝の座を明け渡してください。そして準備の女神イドリラ様の美貌は比類なきものであると認めてください。お二人とも準備の試練をお受けください。本気を出してきたな。生命はビス、さあ存分に味わえ。小賢しい。くるくる。お二人の信念には驚かされます。しかし残念ながらそれでも優勝はイドリラ様のもの。隠れろ。小賢しい。くるくる。これも試練。壊れちゃう。クラールから離れろ。もう十分です。あなたたちの本当の気持ちが分かりました。負けを認めます。素晴らしい。実に素晴らしい。本当に見事な勝負でした。お二人のおかげでイドリラ様の美名を守るためにはもっと精進しなければならないことが分かりました。はあ、なんと素晴らしい教訓なのでしょうか。行ってください、我が友、そして美しいお嬢さん。オーディションの優勝はあなたたちのものです。僕はここでお二人がスポットライトを浴びるのを見守り、観客と一緒に心からの歓声と拍手を送りましょう。私たちにはもうあまり時間がなくて、縁があったらまた会おうね、準備の騎士。それじゃゴールに向かおう。美の子に行って、本当に才能ある人がたくさんいるんだね。間に合うといいんだけど。さあ行ってください。チャンピオンの座はあなたたちのもの。その手で勝ち取った栄光を味わうのです。今回の調和セレモニーでスター・オブ・ザ・フェスティバルになったようですね。おめでとうございます。大劇場に入る前に主催者を代表してあなたに心からのお祝いを申し上げます。アイオーンの光の下であなたが喜びを享受できますように。確かにあなたたちの努力はもっと多くの報酬に値するものですね。私もふさわしいものを用意しました。ただその報酬は物質的なものではありません。互いに誠実にさらけ出す機会です。以前約束したように私、ロビン、そしてベルトさんは夢の主と話し合い、ピノコニーと性格の真実について共通の認識に達しました。私とオーク家一同は皆さんの要求には応えられません。予想通りだね。ピノコニーには改革が必要。七死人の皆さんの意見には賛同しますが、
あなたたちの求める方法を取ることはできません。宴の星を混乱と無秩序、弱肉強食の夢追いの地に戻そうとするなどありえないことです。ここまで難関を切り抜けてきたあなたなら、多少なりともかの時代の縮図を感じたことでしょう。弱者は容赦なく淘汰され、平等は存在しない。残酷な競争の中で人々は明日が見えない状況に追い込まれ、苦しい日々を送っていました。最終的に成功を収められるのはあなたたちのような英雄だけなのです。聞かせてください。もしあなたが性格から特別な身分を与えられていない、ただの脆弱な一般人の一人に過ぎなかったとしたら、どちらのピノコニーの方がいいと思いますか？適者生存の荒野、それとも誰もが幸せに暮らせる美しい夢の楽園。そんなの重要じゃないでしょ。この人に振り回されちゃダメ。サンデーさん、オーク家の人たちが性格に関する措置に完全には同意できないとしても、今はピノコニーの過去や未来について弁舌を振るっている場合じゃないんじゃない？性格の問題はピノコニーの全ての人の生死に関わるの。もしそちらにもっといい提案があるなら、私たちは喜んで聞くわ。だからその話し合いの一部始終を詳しく教えて。そうすれば私たちもベルトやロビンさんに一体何が起きて約束通りに来られなかったのか分かるでしょう。ナビゲーター、私もそのつもりでした。全員揃いましたので、その話し合いのことから説明しましょう。私たちの苦境と選択、それぞれの理想と信念、そして私たちが進むべき唯一の道についても。つまり、長年にわたり私たちが世の人々を幸せにするために開催していた調和セレモニーを、野望を実現するための道具にしていた悪党がいると。はい、調和セレモニーが始まり、性格の力が歌声とともにピノコニー全体に広まれば、夢の中にいる全ての人々は夢から覚めることができなくなります。それは驚くべきことだね。無境は五大クランが共に守った結果、仮に誰かがセレモニーを利用して性格の力を広めようとしているなら、その人物は高い地位にいることになるが、誰か疑わしい者はいるのかな？本当に性格の存在を知らなかったのか？この七死人がここまであからさまに疑いの目を向けてくるとは、本当に驚きだ。気分を害したなら請求列車は丁重に謝罪しよう。だが今は差し迫った状況でな、詳しく調べている余裕がないんだ。これも無境の平和と安定のためと思って、俺たちの懸念を消してもらえるとありがたい。調和セレモニーと性格は無関係であり、私たちが無意味な心配をしているだけだと分かれば、私は予定通りステージに立って歌います。サンデー、ロビン、私はずっと君たちの成長を見守ってきたから、その気質も
よく知っている。今の君たちは最も信仰心の厚い代弁者と言えるだろう。決意は十分に伝わった。この剣は他とは異なり極めて重要だ。ベルトさんが心から求めているのであれば、私自ら答えるべきだろう。必要があれば大奥家の者たちも君たちの指示に従わせる。サンデー、アイオーンに光を降り注がせるよう祈り、ソに代わって私に問いかけなさい。その光の前では全ての嘘が暴かれる。御意のままに。ロビン、この場を見届け、真実を記録しなさい。そして私の潔白を伝え、汚名を完全に払拭するんだ。御意のままに。主の意志は天に行われる通り、地にも行われますように。三つの干ばせを持つ魂よ、その熱き鉄をかの舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。始めよう。私が準備すべきものは何もない。はい。質問。あなたは己の神に対して敬虔であり、他のアイオーンを崇拝したことはありませんか？もちろん。あなたは自分自身を愛するのと同じように己の神を愛していますか？また常にその教えを心に留めていますか？もちろん。あなたは己の神が望む道を外れ、その名に背いたことはありませんか？一度もない。あなたは己の神に対して度を越した要求をしたり、創造物としての本分を超えようとしたりしたことはありませんか？一度もない。では最後の質問です。あなたは過去、現在、未来を問わず全ての約束を果たすと誓えますか？神に誓い、私の言葉に嘘偽りがあった場合、または私が約束に背いた場合、掟に従って呪いを受けよう。祖はあなたの信念を見てそれを認めました。これによって証明でき。待ってくれ。どうかしましたか、ベルトさん？もう一つ答えてもらいたい質問がある。俺の知る限り、ファミリーの平和共存は掟とやらに依存したものではないはずだ。二人が口にしていた神とは本当にシペのことなのか？ベルトさんは分かっているはずだ。ファミリーの者たちは兄弟のように親しく、その光の下で一致団結している。下心を抱く者は等しく調和の面前で暴かれるだろう。それほど繊細で複雑な学章を
デウムであるシペ以外に完全に調和させられる神などいるだろうか。完全に調和、問題はそこにある。裏で調和を変えているのは外敵ではなく、その学章からひっそりと生まれた不協和音だ。遠い昔、この世界にはあるアイオーンが存在していた。ソは指を動かすだけで銀河の掟を作り、その信徒たちは天外聖火隊を結成し、全宇宙に荘厳かつ崇高な聖火を伝えた。その後、そのアイオーンはなくなり、ソが歩んだ道は調和と衝突して後者に吸収され同化することになった。そして宇宙に響き渡っていた合唱は一度静まり、再び聞こえ始めた時にはすでに調和の賛歌となっていた。アイオーンが消えても主のいない運命は残る。万物を包み込む調和の中で、かつての雑音が静かに生じることがあっても不思議じゃない。ベルトさん、鋭すぎるのは良くない。特に孤立無援の時にはね。ふん、やはりそうか。私たちの偉業のためだ。サンデー、二人には少し休んでいてもらおう。何ですって？あなたにだけは全てを知ってほしくなかったのですが、残念ながら願いは叶いませんでした。つまり私が歌えなくなった本当の理由はそれだったってこと？ピノコニーを覆う影は本当は、私たちは最初から調和の子ではなかったのです。私たちの理想の楽園もシペが作るものではありません。人々の幸福は万人の上に立つ一人が約束するしかないのですよ。掟の中で人間は社会を築く。そして調和の中で私たちは秩序を得るのです。信じられない。まさかピノコニーに秩序の残党がいたなんて。あんたたち、幼児ちゃんとロビンさんに何したの？ご安心ください。彼らには一人で運命について考える時間を与えただけですから。分かってるでしょうけど、それは請求列車を敵に回すことになるわよ。七死人の皆さんを敵に回したとしても、それは私とオーク家だけ。しかし実際にはそこまでは言っていませんよね。皆さんがピノコニーの正義のために奔走していることは誰もが知っています。辛抱強さは一種の美徳だというのに。しかし私はあなたを責めるつもりはありません。むしろここに来た意図を明かしましょう。もし秩序があんたを使ってベルトとロビンさんを監禁して、それを出しに私たちを従わせようとしてるなら、話し合う必要なんてないと思うけど。それは誤解ですよ、姫子さん。彼らは無事です。ファミリーが約束しているように、無境の中では誰も傷つくことはありません。秩序の美しい新世界に属しているならなおのことです。ピノコニーとこの宇宙はあまりに多くの無垢の血を見てきました。強者は弱者に刃を向け、勝者は敗者の命を終わらせる。自然淘汰、世界はこの法則に従い、全人類の幸福を弱者の屍の上に築きました。
そして私たち、あるいは私だけがこの不条理な茶番を終わらせる力を持っているのです。あんたたち、死んだアイオンを蘇らせるつもり？これまでにそんなことを成し遂げた人はいないわ。姫子さんが興味を持ってくださったなら、こちらも隠さずに話さなければなりませんね。私はかねてより、人々は平和的な方法で互いを理解することができると考えてきました。これから秩序の後人の志をありのままに伝えますので、それを星宮列車ピノコに、そしてこの宇宙に対してより良い判断を下すための材料にしていただければと思います。ただその理想の姿を言葉で説明するのは難しい。なので皆さん、私についてきてください。来た道をもう一度一緒にたどり、その道がどこへ向かっているのか見てみましょう。あれ、あいつが消えた。ようこそ。ここはピノコニーの無境の一角ではなく、私の心の中の世界。目の前の景色が変わらないのは、皆さんの意識が類似した概念を抽出して保管しているからです。つまり、あんたベルトにも同じことをしたの？これは一種の調律で、より強い効果がありますが、その分精神も消耗します。そちらの灰色の髪のお客様は以前にも体験したことがあるのでわかりますよね。この調律によって皆さんは私の感情をより直感的に理解できるようになる。そしてそれは、私が皆さんに何も隠し事をしていないということを意味します。では次に大画面を見ていただけますか。私たちの歩んできた道はここから始まります。ここから皆さんには私が経験した数々の選択の一部を見ていただきます。共に苦境を味わった後なら、皆さんにも私の考えをある程度理解してもらえるかと。では始めましょう。一つ目の選択は雛鳥に関するものです。これは私とロビンが子供の頃に起きたこと。私たちは性格の災いの被害者でした。そしてファミリーのゴフェルさん、後のピノコニーの夢の主となる人物が、身寄りのない私たち兄弟を見て引き取ってくださったのです。その後しばらく私とロビンは比較的気楽な時間を過ごしました。しかしある日の夕食後、私とロビンはゴフェルさんの庭で偶然にも孤独なハーモニービジョンのヒナを見つけたのです。そのヒナ鳥はとても小さく、まだ羽も生え揃っておらず、歌も歌えませんでした。私たちが見つけた時、そのヒナは草むらの中で息も絶え絶えになっていたので、おそらく親鳥に見捨てられたのでしょう。私たちはすぐにクッションを持ってきて、その上でヒナを休ませようとしました。しかしよく考えてみると、その年の冬は寒さが厳しく、夜になると庭には強い風が吹きすさび、多くの毒虫や野生の動物が出没していたのです。雛鳥を庭に置き去りにすれば、間違いなく春まで生き延びられません。そこで私はその雛鳥を連れ帰り、窓のそばの棚で休ませ、ゴフェルさんに鳥籠を作ってもらうことにしました。私たちは雛鳥が自力で空を飛べるようになったら再び空に帰そうと約束しました。
しかし残念なことに、その鳥の運命は私たちの知らないうちにすでに決まってしまっていたのです。そのひな鳥の結末は私たちの選択にかかっている。さて、この選択の権利を皆さんに委ねましょう。この状況に対してあなたたちはどのような選択をしますか。私たちの最初の案を採用してクッションをヒナのベッドにしてあげますか。それとも鳥かごを作って暖かい家の中で可愛がってあげますか。あなたたちの答えを楽しみにしています。